おっしゃ、回収。はい、回収しました。早速か、お前。でね、ちょっと来たところ、えー、早速、敵を倒さないのは申し訳ないんですけれども、えー、実はですね、違うことを発見しました。画面ごわんごわなっております。申し訳ございませんが。えっ、ー、とね、一番最初、ここに入ってきたところなんですけれども、ちょっとそこまで戻るんですよ。で、これ上に上がってきましたね、我々は。 ただ、上に上がる手前にですね、もしかしたらなんですけど、下に行く道が、ここにあったんですね、これ。これ。これ、ちょっと行ってみましょう。あれ、入り口ね。うわ。絶対敵いるやん。うわ、絶対敵いるわ、これ。うわ、勝手に開くもん。ちょっと待って、武器だけ持っとこう。

あ、もう全部お邪魔しますうわ、来たうわ、めっちゃいるやんよしえめっちゃ来たうわ、やっぱめっちゃ来たんやけど これ回復されるからきついねんな、意外と。んなんか新しいやつ発見しました。こいつ回復すんのかあいつ回復するっぽいな。こいつは回復させてんねや。そうか。おっしゃ。今がチャンスや。オッケー、倒せ倒せオッケーよし。ああいうやつもいいのな。なんかあいつはステッキを持って、 仲間を回復する係でしたねまあおそらくやけどねめっちゃいるやんうわっケンタが持ってるやんどこ行くのほんで何してんのこれ彼らこれちょっと陽動しようかオッケーこれゾンビあっち行くんちゃう動かへんこのゾンビこのゾンビやる気なしややる気なしゾンビ発見しました 弓矢がおんのゴにもよし、回収した。オッケーなんとか回収できたのは良かった。うん。実に良かった。いやいや、危なかった、危なかった。だってこれ、いらんもん上に置いとこう。こうなんて、ほかすってことできひんのかな、逆に。ほかすってこと投げ捨てるじゃなくて、もう、消すみたいな。この世から。こっちにひたすらゾンビ行ってたら、あれ、なんかあんのかな。ちょ、ここ開けたい気もすんねんな、正直。正直、ちょ、全然違うことやねんけど、ここちょっと開けてみたいみたいな。 あるやんはああってんけどえな何これえちょっと待ってそんなん逆にこえな何これなんでんでも何でもってんのお前があかんやろえちょっと待ってこの声人間か 捕らわれてるようわしかもダイヤモンド兵や捕虜かこいつら捕らわれてんねんなオッケー待っとけ今助けに行ってるから,だから俺松明がないね悪いねんけど待ってうわ早は早ないちょっとスピード感うわもうええってちょっとあの弓矢ほんま <laughs> あの弓矢だけはほんまにもう 何かの際に何か俺ができることがあったとしたらもう, <laughs> もう言うてることがもう訳分からへんがもうええって弓矢赤い弓矢がもう腹立つってきあ弓矢がもうイライラしてしごんはいえー、えー、となんとか激戦の中えー この人は誰なんでしょうかちょっと一回一回これしよ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 しあれは敵なんでしょうかザバッ,バッチって書いてますけどいやーもうね手に汗握る戦いだったのほんまにあのー、ちょっとねずっと早送りになってたと思うんですけど一応タイマスがなくてねじゃ今日話してみましょうえっ話とかできひんのバチさんえっ赤バチさん敵 敵やんうわうわ、やっぱバッチさん敵やったんあ、バッチさんそっちよないわ。あ、ば、なんで、ば、バッチャーバッチャーか。これ何これボスなんかボスっぽいな、この人。おい、なんか、ひたすらこれ、ひたすら戦うたかやん。もうハマってるんですけど、バッチャーさん。<laughs> バッチャーさん、単純な攻撃上にはまっちゃったんですけど。 あ、もうほら、回復にいそしみ出したもん。<laughs> お何今のアイテムえすげえちょっと待って、新しいんちゃうあのアイテム。見たことないちょっと待って、これ、これ一回置いとこ、邪魔やから。じゃあね、もう、ここら辺のやつとかもうほかせへんのこれ。ほかすってかもう、この世から消せもうこれ。オッケー。ちょ、た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 、食べといて。おし、見てみよう。これ、ブルーヘルメット。 ほらすげえブルーヘルメットちょ、っとでもて耐久力ないな。これはダイヤの斧、斧強そうやな。ダイヤの斧、斧ほー、ちょっと待って。でも俺、これ、ダイヤで回復せなあかんちゃう。この耐久力やばいな。ちょっと一回これ持っとこうか。今、これ使おうたら、もったいない気するな。ちょっと。へぇー。え、あれ普通の人 ボスそれともあれがもし普通の敵やっていうんやったらちょっと問題やねんけどあここにも宝箱あるうわむっちゃあるやろナイスうわ超ナイスやわめっちゃセーブしたいここでもうここでセーブしたいもんやっぱもうこれ探してんてめっちゃ探してんてほんまにいや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 じゃあ装備しようかよし ちょっとね、明かりつけましょう。あエンチャントテーブルってやつやな、これが。ん開けてもった。あかんあかん。開けたあかんって。これやこれ欲しがってた人おったな。さっきそういや。あ、ほんでこれさ、ちょっとレベルアップできひんこのうちのこの剣。この剣の、う,うわ何これ ?30 とかあるで。多分ここの数字を表してると思うんだよねな。これでいいわ、一旦。えあ、ノックバック1 h a n ンキュー。 おしまあ他のとこはいいかな今んとこ。今んとこ別にそんな。うん。ただこれを持って帰らなあかんねんな。これを持って帰らなあかんねん。鉄の斧。を、うん、持ってた俺。鉄の斧なんか。まあええか。とりあえず、えー、っと、鉄の斧でいいじゃん。斧で砕く えー、ええー、え嘘消えたんやよしとりあえずさっきここ行こうえっよしさこいよわってこいよお俺らうわあいつめっちゃでっかない剣なんかえっ剣めっちゃでかないよし来い一人来い一人来い 来いえなんでお前がおんねんちょっと待て赤ちょちょまず,まずこいつだぞ赤もう無性に腹が立つお前はほんまにお前だけはほんまに無性に腹が立つよしほんまにあいつほんま腹立つな <laughs> じゃほんまにねえなんでなんでそんなにいっぱいいるの 湧いてくんのどっかから。どっかから湧いてきてんのかまあ、ええか。俺は今そんなことよりも、ここでちょっと、こいつを倒すなあかんかなうわぁああ、またアップのもうお前さ、ほんま。ほんま、あいつうざい。嫌がらせしかしてこれ特に俺を倒すわけでもなく。よしこいつやばいやろ、ほら新しいな、こいつ。新しいタイプや。なんか、攻撃の距離長くなるのかそれは。 ならないのかうん特に、その武器の良さを見せることなく終了やな。オッケー。さあ、部屋が何個かありますね。こ本来ここに道がつながってたのかもしれんな。わいわいは途中でちょっと意味わからへん感じで見つけてきたけど、この道を。あっあいつ回復するやつや。回復するやつ持ってる。こっちは

いやー、長かったな、アイスの戦い。相当強いな。あ、ここ見てなかった。OK、鉄来てるやん。ナイスー。これもう、レッドストーンっていうのもいまいち俺意味分かってないのよな。ま、ここにしまっておきましょうか。ねッ OK、こうかな。こっちからは分けられへんのかな。あ、これかん。んこれ桜吹雪や。桜吹雪おる。 これ入ったら最後出られへんやつそれやばいな。それ一番やばいやつやな。はい、皆さん、ここは、えー、お馴染みの街なんですね。町、えー、ちょっとねな、なんでここに今いるかというとですね、あの、ちょっとね、コツ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 、私、まあ、何時間何時間と費やしながら、実はね、エメラルドを貯めたんですね。ま、ずっと鉄の装備をしています。鉄の装備でも十分強いんですけれども、実はエメラルドを貯めて、これだけ貯まりました。105個。 えー、105個貯まっております。まあ、110個まではもう少しというところなんですけれども、まあ、せっかくなんで、ちょっとこのエメラルドを使わせていただいてですね、えー、食べた、まあ、食べた分でね、えー、ちょっと、武器を、またまあ、防具を買いたいなというふうに思ってるんですね。まあ、一旦ですね、ちょっとここの街の人も、なんかちょっと飛び出したんで、飛び出して実はここにいるんですよね。えー、なぜここにいるのかわからないんですけれども、ちょっとこの人にね、 今トレードしてもらいまして、これ、エメラルド8、これをですね、ちょっとだけ作って、はい、これで5個になりましたね、うん、これでちょうど110個になりました。んで、え買えると思うんです。私はついに、えあのセットを買えると思うんです。ね買わせてもらっていいですかさあ、まずはですね、えーこれ35、買えんのかな ?35、えぇ、7、もう無理、はい、もう無理、はい、もう無理。 はい、無理。はい、もう無理。ところで、俺はそれよりも、これが欲しいねんな。この、これスピアこれ、これが気になってんねんな。グレートソードってやつ。これはさ、前に持ってたから、グレートソードっていうやつ。あ、ちなみに持ち物が全部なくなってんのは、一回死んで、しかもマグマの上でロストしたもんで、すべて焼け焦げました。<laughs> でね、えー、このダイヤモンドのソードちょっと思うていいっすすいません、ありがとうございます。これ買おう おっしゃお。出たとこ勝負や。OK。誰でもチェスト、チェストプレートだけでええわ。OK。買いました。私、今ですね、チェストプレートと、えー、そして、あの、剣を買いました。さあ、装備してみましょう。ででーん。なんか、むっちゃ長ない剣。<laughs> むっちゃ剣長ない。これ、攻撃範囲広がってんのかな攻撃範囲広がってたらええんやけどな。いや、楽しみやな。これ楽しみですね、非常にね。まあ、エメラルドをね、まあ、ふんだんに使ったんで、 いやーもうちょっと行ってしまいたいところですねこっち行ったここやおっしゃこっからや確かこっからやなこっから俺は一旦戻ったんやだから多分ここの続き行けばいいんやなここ開けたら最後やっけとか言って,言ってたもんなんうわなんかおるあこ,こにて,かあれていうかあれ何ていうかあれ何 うわちょっと怖いんだけどこれすっごい怖いねあかへんちあじゃあ開けてごめんえどうしよう行こうかな行くまいかセーブしてへんけどえどうしようセーブしてへんけど行こうかな行く前まいかまいくか行くかあれなにあれなにあ,あ壊れたえ壊れたちょっと待って壊れて壊れてちょっとっ待って,待って これタイマーつけた方がいい。ここ、え、これ、声だってやっといて。いいアイスなに敵。え、全然攻撃してこ。てあ、あった、あ、ここにあるある。ナイス。ちょっと待って、こいつ敵やろ、こいつ。こいつ倒しとこう。うわ、出た弓矢のやつやん、こスキルと呼んでくるやつや、こいつ。 お前あん時に俺やと思うな俺はもう随分強くなってるぞ、あれから。もうダイヤモンド手に入れてるぞ、こっちは。んもう任せろ、任せろ。倒せるはずや、倒せるはずや。いやもう倒せるはずやでからも。も倒し、早倒し、早倒,倒,倒,倒し、お前ボスちゃうやろ。早倒,倒して。赤後ろからスケルト来てて、後ろからスケルトン来て,んでトン来てんで、前からも来たわもう。おら追い詰めた、追い詰めた。こいつ追い詰めたもん勝ち、追い詰めたもん勝ち、追い詰めたもん勝ち、もう早いとけろ。追い詰めたもん勝ち、よし、行け。頼む、頼む、もういいやろ頼む。 頼む、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 まだ頼む、頼む、嘘、おっしゃいす。オッケー、きた、オッケー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 。ちょ、ちょ、急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 、ういや、ほんまに危ないから。ここら辺、ほんま強いな。おい、正直言うても、結構万全の体勢で来てたで今まで。それでも、こんだけやられるか。うわ、この上とか、むっちゃ怖いやん、絶対なんかあるもん。 ちょっとりあえず開けてみようか。うわあん時もこれエンダーパールみたいなありましたね。そういえば。あ、ダイヤモンドや。久しぶりに見たダイヤモンド。あ、金ブロックやって。えらいもったいない。ほんでエメラルドね。あ、エメラルド持ってきてもうてるやん。これやられたやばいやつや。よし。とりあえずエンチャントっていうのが多分特殊能力やから、この武器をちょっと強くしよう。30か。多分これの方がいいねんな。上より下。そんな感じやと思うね。これが選べればいいんやけど、ちょっと待つのめんどくさいからこれにするわ。 虫特攻ついた。虫特攻。オッケーナイス、虫特攻。おっしゃ。よし。来い、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 来い。オッケーそう。オッケーいいよ。君、いいわ。すごい君、いい感じで来てくれてるもん。これも追い詰められたね。あら、回復しようとしてるね。あら、残念だね。<laughs> めっちゃうざいやん。よし。オッケードアがまずある。で、ベッドがあった。向こうに。ここにはここには食卓。食卓がある。 ここ食卓も置いといて。ここベッド、怖いな。寝れるなんかまたこれ行ったら、ピッショーやで爆発するんちゃうんちゃうピッショーで爆発するんちゃうん寝てみるあ、寝れるわ。ここ起きたらもうそこら無数におってとかちゃうんやめてやもうほんまそんなあ大丈夫あ、憩いの場ここ。 あ、こっちにしかもなんかありますやんえこ上上に敵いるわ。ちょ、これ開けよう。OK! ナイス鉄インゴット。で、ダイヤ。いいねレッドストーンと石炭とまとめときましょうか。こっちはあ、来ましたダイヤいいですねで、金も来ております。鉄インゴット。で、火打ち石と。火打ち石うん、そうやな。これ何 レバーいらんわ。火打ち石でええや。オッケー。火打ち石の使い方もわからないけれどもね。これ出れる出れるやんな。おっしゃか,かっておいおったまだ敵やな。でももう全然大丈夫。あ、こいつのか剣ちっちゃいな。えらい剣ちっちゃいの持ってるね、君。えお土産かそれ。お土産か <laughs> 意味わからへん。言うてることの意味がわからへん。差し支えなければ説明していただけるでしょうかっていうようなこと言ってる。うわ、出た。おったわ、あれ。 聖たーーがやつやあれもう乾燥機何年これ違いったやろもうあれこれ戻ってきたなあ再画像クリアしました皆さんうわもうほら出たもうこれ消えよんねんこれ後ろ行くやつやろほんでこいつもうだから後ろは行かせん俺もうここにおるもん攻撃できまいはあはあ終わりあもうあいつのターン終わりでーすあなんか会話してるあいつ やばいな。じゃあ、やめて。うちの子やから、それ。よし。ちょ、これで道作っといてあげるわな。お前がこっち来れるように。よし。でやな。なやこれ、これ。な,なんか、これできひんぞ、これ。これ、ちょ、これそう、これ、うこれの作り方知ったんですよ、そういや。たまたまね。まあ、あそんなことはさておきや。って、これ。よし。はい、出ておいで。え、お前、ここに来て交渉すんのか、俺と。よし。危ない。 オッケーよし、帰ろう一緒に帰ろう帰るようんあがまあ、もうバグっとけ、そこで。さあ、では、えー、これ入ってきたとこなんですけれどもね。えー、本題に行きましょうか、本題に。いや、何よりもここの本題ってね、やっぱりね、一番上のあのなんかわけ分からへん生き物なんですよで。あの訳分からへん生き物を倒すためにね、私今までちょっとね、こう、装備とかを整えてきたわけですよ、ゆうや。 だからね、今回は、ちょっとやっぱさすがに、今回っていうか、ま、どういう感じで収録してるか分からへんけれども、こいつは倒したいね。最下層まで行けたから、こいつ倒したい。で、ここにアイテムちょっと預けとくわ。よし、じゃあ行くぞ。あいつ前、どういう風に戦ったかななんかここらへん俺掘り進んでいったりとかしたよな。ほんで上から落ちてきたりとか、あ、ここや。届くこれ。届かへんな。うわ。うわ 踏みつけてくる。ほら、よし。あかっこう食らうわ。これ、どうやって倒すのは、これ、セオリーなの、まあ、えこれでもいいこれでちょっと、これでバーってやってみましょうか。で、でも最近、最近で、<laughs> これで、ちょっと、装備はと手に入れてるから、こっちも。あんま効かへんと思うねん。相手のダメージも。うわ、ほら、またぺちゃんこ踏み踏みしてきたほら、もう。ぺちゃんこ踏み踏みが多分大大、もう、やめろ、ぺちゃんこ踏み踏み。 あ当たるようになった。やばいぞ、これ。これ逆に、あこ,ここで普通に当たるようになったってことは、こいつ距離的に近くなってきてるんちゃうか、俺に。てか、どうなんこれ。このボス戦、どうなんみんなの目から見て。ありなんこれ。なんら白熱してませんが。 おお倒したおお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 おちょっと待って何か何か落ちてる何か落ちてるちょあれ取りに行こう倒したぞやっとこれやこれ何ん,なんか手に入れたいやついに倒しましたねこのキーを制覇しました下から上まであこにスライムいるね いや、よかったね。いや、ここ初めてのところってことで、まあ、これで2個目の、えー、このチョコレートクエストというモッドのですね、えー、ダンジョンをクリアしたということになりますね。うん。でね、ま、ま、あれ、あれは、ちょっとちゃうと思うねんな。ワイワイが見たことのあるいや、見たことのあるというか、行ったことのある建物ではあれないと思うね。しかも、実はですね、このマップ、ちょっとね、いろいろ、回ってたんですよ。歩き回ってたところ、村もね、 あの違うところにあったりしてね点々と。なんでそっちの方にも行ってみたいなって思ってるんですよね。とりあえず行ったことのないダンジョンには行ってみたいんでああご行くかあご行く先あごい近いかいが行ってみる